最初の話題です。任期満了に伴い今週24日日曜日に投票が行われる杉並区長選挙、昨日17日に告示され、現職を含めた4人が立候補し、7日間にわたる選挙戦がスタートしました。杉並区長選挙の立候補者は届出順に、南俊介無所属新、田中亮無所属現、三浦雄也無所属新、木梨森義無所属新。立候補者は17日、区内各所で第一声を行いました。私は2020年までに出生率 2.0%、これを達成するために杉並区長選挙に立候補いたしました。政治の目的ってのは何なんだ、区政の目的ってのは何なんだ、そこに立ってこの2期8年具体的な施策を進めてきたつもりです。区民の生活を第一に考えない、しかも政治を私物化する、こんなありえない今の杉並区政、皆さんと一緒に変えてまいりたいと思います。杉並区政の政治の腐敗と、それから私物化を断じて許さない、それから行財政改革を進めて介護福祉やそして教育のいわゆる前進を図っていく。続いて同じく24日に投票が行われる杉並区議会議員補欠選挙の立候補者です。届出順に、野垣明子日本共産党新、生田尚文無所属新、関口健太郎立憲民主党新、小川宗次郎自由民主党元、奥山妙子無所属元、佐々木千夏諸派新。以上、改選数2に対して6人が立候補しています。そしてご覧の J:COM チャンネルでは、杉並区長選挙の開票速報を開票日当日生放送でお伝えします。杉並区長選挙の開票速報を開票日となる25日月曜日の朝9時30分から生放送でお送りします。番組では最新の開票状況や当選者の生の声をリアルタイムでお届け。なお、この番組は杉並区のみでの放送となります。杉並区以外にお住まいの方は地域情報アプリドローカルで同時配信しますので、そちらでご覧ください。なお、投票は24日日曜日の午前7時から午後8時まで行われます。また23日土曜日までは杉並区役所をはじめ区内14カ所で期日前投票も行われています。詳しくはご自宅に届く選挙のお知らせ、または杉並区長選挙、杉並区議会議員補欠選挙のホームページをご覧ください。区政のリーダーを決める大切な一票です。皆さん、ぜひ投票に行きましょう。